皆さんこんにちは。芸者歌手として活躍し、数々のヒット曲を生み出した歌手の神楽坂浮子さん。過去には2度 NHK 紅白歌合戦に出場もされています。またその美貌から多くの映画にも出演されました。そんな神楽坂さんには一人娘がいるのですが、その娘さんが薬物依存や暴力団に身を売っていたと言われています。今回は神楽坂浮子さんやその娘についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。神楽坂浮子さんは1938年1月15日東京都深川で生まれました。最後の芸者歌手と呼ばれ、1958年と1961年には NHK 紅白歌合戦に出場しています。代表曲に19の春、三味線フラなどがあり、絶頂期の50年代から60年代には多数の映画にも出演しました。もともと芸者歌手とは、花街で歌謡曲を歌う芸者のことを示していたと言われています。そこからデビューする歌手もいたそうですが、戦後になると芸者経験のないまま芸者の格好をして歌う歌手も同じように呼ばれるようになり、一世を風靡しました。神楽坂さんは学生時代に人気を博していた神楽坂半子さんに憧れ、高校を中退して歌手を目指したそうです。そして半子さんの曲も多く作曲していた作曲家古賀政男氏の門下となり、直接歌の指導を受け、1954年に私なんだかヘンテコリンで歌手デビューを果たしています。このように順調な芸能生活を送っていた神楽坂さんでしたが、プライベートはというとあまりうまくいっていなかったようです。1963年に25歳で一般人男性と結婚し、間もなく長男を出産、子育てのために芸能活動はセーブしていた神楽坂さんでしたが、数年後に離婚してしまいました。理由は金銭感覚のズレ。芸能人として振る舞うことが好きだった神楽坂さんは、1日で夫の月給以上の浪費をすることもあり、夫婦間に歪みが生じたそうです。その後神楽坂さんは紐のような男性と付き合っているうちに妊娠し、1974年に再婚、間もなく長女を出産しました。しかし間もなく2度目の離婚。1979年には芸能界から完全に引退することとなったのです。時が流れ、1995年、憧れの半子さんが他界。1997年には可愛がられた大先輩の芸者歌手一丸氏も亡くなってしまいました。このように日本町芸者歌手の先輩が全て亡くなってしまったことから、このままでは芸者歌手の明かりが絶えてしまうと周囲から説得され、神楽坂さんは歌手活動再開を決意します。再開後は神楽坂半子さんの芸者ワルツを歌い継ぐ傍ら、神楽坂で若手芸者の育成にも努めていたそうです。しかし2013年11月20日午後3時、神楽坂さんは千葉県松戸市の病院で心不全のため75歳で亡くなりました。神楽坂さんの死は日本歌手協会がファックスで発表され、かねてよりがんの闘病中だったと報道されました。神楽坂浮子さんの死去により、戦前戦後に活躍した芸者歌手の灯火が消えたこととなったのです。さてそんな芸能人生を歩まれた神楽坂さんでしたが、その一人娘の壮絶すぎる人生が2022年10月1日に報道され、世間で話題となりました。娘は自らの人生について自分でこう語っています。10代から40代までずっと覚醒剤をやっていました。10代の時からヤクザとの付き合いはありましたし、連れ回されたり捕まって刑務所へ行ったりしたこともあります。そんな私の人生が歌手だった母の影響と無関係でなかったことは分かっています。もうその母と会うことも話すこともできませんが、子供自身が犯した罪や暴力団との関係性も含めて全てを赤裸々に語ることは本当に珍しいですよね。そしてこの娘の発言で、家族だからこそわかる母の姿が浮き彫りとなるのです。娘の名前は明かされていませんが、
亀井で高のことと報道されていました。高野さんは、母は2度目の結婚の時には芸能界を引退していましたから、借金の返済で家も貯金も全てを失いました。それで小学生だった義兄と幼い私をシングルマザーとして育てることになったのです。生活費をどうしていたのかは知りません。おそらく昔の知名度を使って方々で営業みたいなことをしたり、パトロンみたいな人に支援してもらったりしていたんだと思います、と語っています。神楽坂さんはマンションの更新に合わせて2年ごとに引っ越しをしていたそうです。家では家政婦を雇って子供たちの面倒を見させ、あまり帰ってこなかったんだとか。高野さんは神楽坂さんのことを一度も母親と感じたことはなく、彼女は母親の役割を捨て芸能人として生きる女だったそうです。神楽坂さんは娘を連れて舞台などへ出かけるときはブランド品に身を包んで、娘にも自分の高価なバッグを持たせたそうです。行く先々で羽振りよく振る舞い、娘と仲の良いところをアピールしていたようですが、一旦家に帰ると別人のようになり、娘からバッグを奪い目も合わせようとしなかったそうです。娘に話しかけられても返事すらしないことも多く、服も靴も買い与えようとしない。彼女にとって娘は外へ出る時のアクセサリーのようなものでしかなかったのです。生活は家政婦に支えられていたそうですが、こんな扱いを日々受け、精神的にはネグレクトの状態にあったと考えられます。さらに高野さんは別の心の傷も負っていました。4歳くらいの時と小学2年の時に2度にわたって見知らぬ男性から性的ないたずらを受けたのだそうです。父親を知らない彼女にとって大人の男からの性犯罪はトラウマとなり、今に至るまで彼女を苦しませました。神楽坂さんは母親としてそんな娘の心の傷に目を向けようとはしませんでした。そして小学生だった彼女に、私には私の人生があるし、あんたにはあんたの人生があるの、私はあんたの人生に干渉しないから、あんたも私の人生に干渉しないで、と言ったそうです。なぜ実の子をそこまで突き放したのでしょうか。その行動の裏側には、神楽坂さん自身が今まで裏切られてきた多くの体験によって苦しめられていたからではないかと言われています。若くして名声を博した彼女は、金銭的トラブルなどが原因で親族とはほぼ絶縁状態にあったそうです。その上、夫からも裏切られて財産を根こそぎ持っていかれたそうです。また娘が小学生の時、神楽坂さんが子宮筋腫の治療を受けることになり、病院に付き添ったことがあったそうなのですが、その時神楽坂さんは問診票に妊娠7回出産2回と書き込んでいたそうです。それだけ多くの男性に翻弄された人生を歩んできたということでしょう。このように母親から愛情を受けられなかった娘は、中高一貫校の寮に入ったことでグレて中1でタバコを吸い始め、中2からはシンナーを始めました。やがて学校をサボるようになり、毎日のように電車に乗って新宿へ行ってシンナーを買ったそうです。そしてそこで知り合った密売人の暴力団組員と付き合うようになったそうです。神楽坂さんは娘の行動に気がついていたようですが、何も言わず関わることすらしなかったそうです。そんな高野さんが覚醒剤に染まってしまったのは、高校卒業後大学を1年弱で中退し、六本木にあった有名な高級クラブでキャストとして働き出した頃でした。そこで働くキャストは20歳そこそこの若者が多く、豪華絢爛な店内では品よく振る舞っていても、店が終われば当時流行っていたチーマーたちとつるみ、ディスコやクラブで踊り明かす日々だったんだとか。そんな人間関係の中で店のキャストの大半は覚醒剤を常用していたそうです。小ギャルやチーマーやサーファーが全盛の時代、薬は蔓延しており、芸能人やモデルの友達もたくさんいて、毎日パーティーしているみたいな気分だったという高野さん、ほどなくしてモデルの男性の彼氏ができ、同棲を始めました。しかし同棲を始めて間もなく、高野さんはモデルの男性から心理的虐待を受け、心を病むようになっていきました。睡眠障害から始まり、うつ病のような状態になって、
騎士燃料にとらわれていた高野さんは、母親神楽坂さんが暮らすマンションへ逃げ込んだそうです。しかし相変わらず母は娘と向き合う気がなく、マンションでは何度も衝突。その時高野さんの脳裏をよぎったのが、薬をやりたいという感情でした。夜の街で覚えた覚醒剤の快楽がフラッシュバックした神楽坂さんは、新宿の密売者のところに行き、若い女性であれば性行為と引き換えに覚醒剤や寝る場所を手に入れることができたため、暴力団とか代わりのある密売者との関係を深めていったそうです。しかしそんな男性と関係がうまくいくはずもなく、気がつけば彼女は密売者の言いなりになって、多額の借金を背負わされることとなりました。そしていつしかホテトルの仕事をするようになります。そんな地獄のような日々の中で、現状から抜け出したいと思った時、ホテトルの仕事で知り合った暴力団幹部に助けを求めてしまいます。暴力団は彼女を関西に呼び寄せると、そのまま注射器で覚醒剤をやらせ、シャブ漬けの状態にし、あちらこちらを連れ回し、ひたすら性の玩具として利用しました。それ以降彼女は20年以上にわたって大勢の暴力団組員と関係を持ち、覚醒剤と性行為、それに多様な犯罪に明け暮れました。マンションを飛び出して以来、母親とは絶縁状態になっていた高野さん、暴力団組員らと犯罪を重ねる日々を過ごしていた高野さんでしたが、2013年のある日、自治体の職員から母が亡くなったことを知らせる電話がかかってきたといいます。その職員は、お母様が亡くなりました、生前お母様は生活保護を受けてらっしゃって、うちの方で支援させていただいていました、お兄様に連絡したのですが、ご遺体をお引き取りにならないということだったので、妹様の方でお引き取りいただけないでしょうかと語ったそうです。あれだけ有名な歌手だった神楽坂さんでしたが、火葬場には弔問客の姿は全くなく、娘一人で見送ったそうです。皆さんいかがでしたか。芸者歌手として活躍した神楽坂浮子さん、その華々しい生活の裏側は、自分のことしか考えられない心を閉ざし続けた暗い人生でした。神楽坂さんの遺骨は現在どうなっているか分かっていません。娘の高野さんは、一度は遺骨を受け取ったものの、刑務所に入った際に知人に預けたところ、ある事情から音信不通になってしまったのだそうです。相手は反社会的な人間だったそうなので、おそらく遺骨は捨てられたのでしょう。現在高野さんは関東を離れて遠く離れた地で暮らしているそうです。栄光の頂点を極めた女性歌手は、大きな孤独を抱えたまま、ほとんど誰にも知られずにこの世を去っていってしまいました。一体どんな人生を歩みたかったのか、その答えはわからないままです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。